なんか最初パパとナイが店員だった時。はい、お疲れー。お疲れお疲れ。うん。あそこに行くから行こう。なや店長。何飲むそれ。何？店長の飲み方がちょっとやだな。すごいなこれ。お、ひっくり返せんねんか。今入れた場合よ。まだまだ。スポットやっていいですか。何もしないの言わないのよ。せ。おちょ。なんか食べてる。間に合わん、間に合わん。いただきます。は？社長。社長？社長よ、こっちが。あ、そっちが社長。こっちが社長。こっちが社長。おい。やるな、やる。勉強社長。高校生になったら JK になるよ、誰でも。ガメピアスよ、あれ結構悪口だな。だいぶの悪口だよ。ガメピアス。ガメピアスやってる。うわじゃねえ。もう、うわの、人の顔見てうわの時点で、もうあの、失礼だよ、だいぶ。誰見たの？ママにしか言うちゃいけんよ、ほんとに。ガメピアス。なあ、そこら中におる人にさ、あの、誰か友達のママとか、うわ。うるさい。なんとかのお母さん、ガメピアス開けたんですかとか言うちゃいけんじゃん。マムしか言わんかな、顔面ピースって。なピースって。ピース。やめピース。あんた自分で消しとったか。ん？何顔面するのって。あんまりね。オーク、オーク。スワロフスキーが出てきた。肉できたら許した。取ってよ。はい。はい。いまーす。許し取ってあげろ。あ、あの、ポン酢正解？僕はいつか。俺の皿は？お前のお皿はありがんば。焼きのえ焼きおにぎりするか。肉ばっかり。ポン酢ありだな。うまい。激うまなんだけど。ナユも食べたい。ニンニクに興味がない。じゃあ私もさ。ヨーグルトとコータン。うん。天気。ちょうどミュウがそこにおるから。ミュウがそこにおるから火が消えんの。うん。何それ壁みたいな。でけえみたいな言ったとしてから。いやいや。ゴミがない。塗り壁がそこにおるから。言うたっけど、あんたの方がでかいけど。なんか人の言葉言おるけどデブデブ言って。白デブ、黒デブ言ってから。なあ。許さんけ。なあ、ゆきちゃん。は？何？ゆきちゃん白デブっていうのもおかしいし、ママ鼻毛出てるね。黒デブっていうのもおかしいよ。なあ、ポーク、ピーチポークだね。分かっとる。あ、ついであげたん。お、やだし、何も言ってないのにありがとう。乾杯。ゲップすんなよ、カメラ。はい。乾杯。すげえビールの匂い。サミューが。このポン酢めっちゃ怪しいけどさ、うまくない？うん。お尻見つるかなーってくる。お尻ないわ。え、これやかんの？あ、知らん。なんしょん、店長。店長に入らんかった。アイスピーズ。ギャルピコ。前歯勝った。どう？もう一回取ろう。もう誰が親かわからん。ミーツ。そうそうね。僕のは？これ自分で入れてください。分かった。私がやります。
次はこれ焼きおにぎり焼きまーす。なんでママのおっぱいがまな板って思う？ブラを作って。パパに聞いてみ、じゃ あるよ。ママのおっぱいまな板かどうか聞いてみ。パパ知っとるけん。パパのおっぱいまな板ですか、うん、見たことあるけど、こんぐらいあったよ。なっほらじゃこういう感じ。ボタン、何ボタン、ボタンどういうこと。もうやめて、人の飲み物にべちゃ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 。もうほんまに、もうちょっとちょっと、何ストロー役いらんって、もう死んでまうが。すげえなこれ。まだショール。氷山、氷山。いいよ。どういうの、もう鼻に当たるか。うま。キンキン。これ美味しい？いや、ええん、置いといて。せかさんとって。お尻見つけ。おにぎりできたよ。待って待って、いっせーの出て食べて。食べない。うまい。ちょいバターのせ、バターがめっちゃ溶けとる。チーズ見て。あ、これね、青森の、うん、だってイエーイ、うん、青森のね、成田さんが、ね、めっちゃでかくない？いつもリンゴジュースとか送ってくる人おるが、うん、この人が送ってくれたんや。え、めっちゃでかいよ。え、待って、え、めっちゃでかい、もういっぱい入っとるじゃん。なにこれ、中にお肉？うん、これ貝、ホタテ。これあれだね、うん、一発芸の時間だよこれ。あ、開いた開いた、一瞬で来るな。金玉かいかい。これママのおっぱいじゃない。ほんまや。ほんまやじゃないんよ。ほんまや。欲しいでしょうか。ほんまやじゃないんだって。これにバターを。そういうある持ってきた。うわ、めっちゃ美味しいやつじゃん。うわ、絶対美味しいやつ。これジュクジュクやつやろ。そうそう。あ、やばい、バターが落ちおる。みやれんちゅうな、芸能人のほいけんた。面白いな、それ面白い、それ面白い。体グー、体グー、体グー。じゃじゃーん。コーラ、コーラ。待って。ん？甘い。なんかホタテ食べたくなってきた。変わって。見て、リジャマ。タテ。コロナに。青森のガチのやつだよ、これ。タテ。多分取れて2日ぐらい。隣でほいけんだ、これめっちゃうまい。ラムネの味です。やばい。あ、やばい。うわ、やばっ。食べ物があれやかろ。あとあれだろ、虫除けスプレーとか。そう、カトリセンコ。カトリセンコでも借りるから。ママ俺なります。ママどう？うまい、うまいだろ。あの紐があったら耳が食べらず、ホタテの貝紐いつも、うんうん、知っとん。え、知らん。飲めがいっちゃう。酒蒸し？酒蒸し。いいね。うん、いただきます。どうぞ。でっけえよな、これ。でっけえ。これ多分店で食ったら1000円する。1000円以上しそうだな。知らんけど。
わ、うまそう。甘い。疲れたおってもいいよ。うん。ゆきちゃんもう帰らんにいけん時間でけん。うん、まっ。最高。焼きすぎても多分カチカチになるけどな。ちょうどカチぐらいが。ちょうどいいぐらいが。やば。いただきます。こんにちはホタテさん。洋食亭の。誰も目を奪われ食べて生きと食べて生きとったんだな。これおっぱいにあっちにだ、あっちにだ、そこ近づくですよ、パパに早く。うまっ、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 うまっ。もっけしはすんの顔してるでね。おだてそこやねん。あ、何探しょう。おだて。おだて。おいしい、好きな。こんなか。はい、ないよホタテ。でかくね。半分いる？いいか。ボケ笑いうる。かわいい。私ないの。うま。ない。ねえが海鮮でこんなおいしいいうことねえけえな。え、でもさ、これ北海道とかでするじゃん。普通のやっぱスーパーとかの貝柱とは違うわけだが、スーパーとかの貝柱、ホタテグール買ってとか言うてからな、いいよ言うて買ったらさ、え、なんか違う、美味しくないとか言いそうじゃない。ホタテ成田さんってしてくれたくん、成田さんありがとうって言って。成田さんありがとう。ちゃんちゃん食べてから言って。待って、成田さんホタテをくれてありがとうございました。ボケミ、ボケミ、フランクルト行こう。フランキーかわいい。あの子トントンしてあげてよ。そんな抱っこしちゃってかわいい。僕かわいい。あ、泣きやめねえねえの。スーサーソン